ちょい勢いつけたのせーのよいしょ。ゆうかさんが、ね、結婚、うん、はい、結婚されたと思うんですけど、すいません、ご遠慮いただいてます、すいません、申し訳ありません。大概は他の質問お願いします。こういう雰囲気になるんだ。この子たち、この子を見つけたか。いや、私はね、一生懸命探しとったんですが、うん、この二人が一歩待って待って待って、何お前が探ってたろ。何言ってんのお前、てめえこんなやろ、やんのよ、ヘラヘラのこんなやろ。はぁはぁはぁ、友達できた。三味線弾かれるシーンもあるっていうことなんですけど、うんうんうん、どうですか、やってみて。いや、三味線も最初からやってますんで。もともとやってらっしゃるんですか。舞台だけ。テレビでやってないだけで。最近氷結の CM でもやられてますが、はい、反響いかがですか。反響結構ありますね。テレビでやると1回で終わっちゃうでしょ。だって見たら、ああやるんだって終わっちゃうんで、なるべくもう舞台だけでは、うん、毎年やってるんですけどね、うん、ありません。お隣の腰元さんとか独身ですけれど、おあら、あら、誰でもいいってわけじゃねえんだよ。こっちもです。すいません。ちょっと待って。